アルファベット会議。はい。もういい加減決めなきゃいけないですね。そうですね。もしアルファベットが能力者だったとしたら、うん、A から Z までそれぞれ何の能力がいいかっていうのを、うん、もういい加減決めないと。そうね。これ本当にいけなくなってきました。なぜ決めなかったのか。ちょっとずっと先延ばし先延ばしにしちゃってたんですよ。本当はもうすぐ。そうです、チャンネル始まってすぐやるべきだったのかもしれない。申し訳ありません。え、もう今日決めさせていただきます。しっかりと全部決めます。なんだこのスーツ、え、ピチピチだしおいなあこのネクタイおいすいません、見たことねえぞこんな質問だな、質問のなんだこれ、前買っただろスーツスーツがね、どんどんなくなっていくんですよ、会社が。なんでなくなって、変なのだけ残ってるんだよ。スーツ大人気だぜ。というわけで、うん、はい、アルファベット会議、スタート。さあ、これね、A から Z まで。今日も決めるまで、そうだね、帰れません。全員が納得、これでいいって納得するまでは帰れない。もう決まったら、もうなんか採用されるんですか。採用とかない何の採用とかはない。採用なんてない。なんかに採用される。今後だから、A ってあーだよなって、2つの共通認識がここで生まれるってことね。そうそう、今日。これでもさ、順番に、行くかどうかもあるじゃないですか。A から決めていくか、ね、それもあるとかさ、 Z とかも逆になんか決まっちゃいそう。まあ、まあ、でもやっぱ決めやすいとこから決めてっていいんじゃないかな。なるほど、なるほどね。どこですか、どこが決めやすいですか、どこが。それは G でしょ。G から行く。まあ、G はあるよ。 G は決めやすいよ。わかるよ。これじゃあもう僕言っていいですか。言っていいよ、いいよ。これはだから別にアルファベット会議ってそういうわけではないよ、うん、全部がそういうわけではないけど、はいはいはい、G に関してはある。これは重力、グラビティ重力じゃないと、全部が全部ポイズンだから P が6だとか、そういう話をしたいわけじゃないけど、 G に関してはこれもう重力じゃないとおかしいと思う。グラビティ、そうじゃなかった、そうじゃない人と俺やりたくなったし、そうじゃないとマジでおかしい。そうかな。え、そう、 G って僕は筋骨隆々のパワー型、パワー型ね。あ、そう、 G パワー型説。いや、俺時点でトゲよ。トゲはちょっとニードルタイプでしょ。これあまりにも他のキャラが見えてない状態で G だけって なんか手がかりがなさすぎる。じゃあもういいっすよ、 A から行こう。 A から行こう。 A は主人公ですよね。わかる。まあそれはそうでしょ。そうなんです。主人公とかリーダーだから、はい、だからまあ分かりやすい能力。まあそりゃそう、そりゃそう。僕はもう本当に超パワーみたいな。あ、そう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 。同じ同じ。もうただただパワー。単純明快なヒーローで。そうそうそう。直線的にやる。ぐらいで僕はもう A は。そっから始めようよっていう気持ちはあるけど、ね、確かに確かに。シンプルに強い、シンプルな、シンプルな能力強化的なこと、スーパーマン、ね、超パワー、そうね、五角形が綺麗に強い、バランス、バランス、あ、なるほどな。なんか後から苦労しそうだなこいつ。その話はね、今後あるでしょう。はい、じゃあ B ですけども、はい、これは、うん、まあ、主人公の親友ですよね。あ、うんうん、あ、そう、サイドキック的な。そう、サイドキック。なるほど。まあ、はい、親友じゃないけど付き合い長い、はいはいはい、ちょっとコメディリリーフ的な、まあ、クワバラですよね。え、それってさ、はい、1だけで言ってる。A と B が近いからっていう1関係だけで話して、1関係だけでは言ってないけど、はい、A と B はやっぱ一緒に行動してほしいかなという感じはある、うん、そう、じゃあ別にじゃあ B と C が仲間ってわけではないってことね。それはただただ A と B がパートナーってだけ。一旦 A と B は知り合いみたいな、はい、なんかこっち側が主人公でこっち側は敵みたいな感じに分けるともうちょっと冷めちゃうから、うん、それはそういう分け方はやめよう。こっち敵、いや、そういう分け方はやめよう。それは違うよね。A と B 隣り合ってるから仲いいじゃんみたいな。なんかそう、そういう。ああ、いい。位置は良くない。位置はそうね。別に。まあ、ちょっと3枚目みたいな感じですね。まあそうだよね。あ、同じ、同じ B。そうなの。イケメンキャラというよりは。俺 B 結構悪い方かと思って。悪い方。悪い方ってどういうこと？もう毒とか。毒使い。毒が B。毒？
B 毒は早いな。B 毒は早い。B 毒は早い。は早いとか隣とかやめよう、そういう。A 番目だから B とか言ったらそういうもう変わってくるから。それを踏まえても B に毒はちょっとっていうのはさ、多少あるじゃん。いや俺はもうここは別に揉める必要なくて、もう炎にしときゃいいじゃん。炎はない。炎じゃん。B 炎にしときゃいいじゃん。炎じゃないでしょ、さすがに。炎は割と早めに出るでしょ。早いね。だからもう、なんか、早めってやめよう。早めってやめようよ。B ぐらいはもう、もうだから序盤だなみたいな感じの出ちゃうやつにしといた。ABC までは。ABCD とかはもう最初の基本的なパーティーみたいな感じでしといた方がいいんじゃないのかなっていう。まあまあまあ、イメージとしてね。なるほどね。文字のイメージとしてね。炎で、ね。まあまあ、いいですよ、じゃあ。炎で。じゃバディね。バディではある。バディ。炎じゃあ仲間ね。でも炎かな。B が炎や。炎え、炎じゃなかったんじゃないの。炎はなんなら A だ。あ、それもある。そうそうそう。それもある。それもある。そうするならそうだよね。ただ、やっぱちょっと、今更っていう、その、今更、まあね、赤色リーダーみたいな。今更主人公炎はもう、そうそう。劣化の炎でやってんだから。それはしかない。それ以外に。それはもういい。それはもういいって、その話。まあ、わかるよ。ちゃんとだからそれ A も炎っぽくはないじゃん、見た目というか、うん、イメージがね、うん、かちゃんと形のイメージにもちょっと合わせていきたいよな、うん、それで言うと B はちょっと太っちょ的なところになります、ね、ああそれもある、うん、それでブロック、まあ、防御能力防御系でもまあいいっちゃいいし、A が前線でも敵とやってる時に、はい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 、ちょっと民衆をなんなら守る後方支援、後方支援、A が今からそのパワーでビルぶっ壊してバーンすから、うん、おい B って言ったらもうあいよあいよビーンってみたいな、ま、壁を作る、後ろを守ってくれたりね、バリアみたいな、バリア、バリア、あいいなるほど、バリア、バリアね、バリアね、あそれはありな、バリア、バリアか、バリアかのこの話もあるかもしれない、それはバリア、バリア、ああバリア、これバリアだ、ああ伸ばす、バリア、バリア、これ C ですよ、いいコンビね、C ね、まず、すいません、女性です。はい、すいません。女性キャラ、そうなんだ。ここでまず女性キャラ、ヒロイン系ですね。はいはいはい、はい。元気なのか、おとなしいのか、はい、その辺のことも聞きたい。うん、C はもう幼馴染ポジションですよ。はいはい、なんなら、A の幼馴染ポジション。はいはい、で、まあ割と強めな、はいはい、キャラ能力、うん。だから運動部ですよね、まず。運動部 C は。え、何部活なの？部活なの？いやいやいや、部活も入ってるよ、そら。え、高校生ですよ。え、高校生だよ。それはちょっと違うって。高校生が、能力者の組織に所属しつつも、いやいや、普通の学校生活も、それはだから、っていうのがいいんじゃない？あなたの勝手な妄想です。全部そうだ。全部そうだ。それはそれはあった方がいいって。だって余計な要素をね、入れすぎて、女性とか、で見た元気とかじゃなくて、アルファベット単体で見てそうだ、忘れてました。すいません。まあでも氷あたりは言っといてもいいけどね。氷 C が氷、氷ぐらいはもう言ってもいいけど、氷ね。あとはそのちょっとエネルギー、あ、分かる、エネルギー弾みたいな感じはちょっとある。レーザー、レーザーで、レーザー、たくさんのなんか高級光の玉をこう浮かせて、これをなんかバッってやるとか、自分が光になれるとかそういうわけじゃない。ではない。ではない。エネルギーを発して相手にぶつけるっていう。遠距離攻撃。割としっくり。なるほどね。エネルギーが、はいはい、そうね。これはなんか格上との遠距離攻撃合戦あるね。あるね。あるね。エネルギーだ。じゃあ次 D。D。D。D か。D は土だと思う。大地系ね。大地。なるほど、まあ、それはあるし硬そうな感じは分からん。なんか今しっくりきたありがとうございます、ね、土を盛り上げたりして盛り上げたりガードとかもある、うん、土ね土か別土か鉱物いく鉱物まで行く。いやいやいや土は違うでしょ。鉱物は別、砂と土だけ動かせる。砂も違う。砂も違う。だけえどういう区分。土系は後々やっぱかませになってしまう。なんか成長欲しい。成長したら地震とかそっちを起こす。地震ね。ゴーレムも作れるか。そこまでいける。なんならゴーレムに常に乗ってるぐらい。あ、いいじゃん。D は。それ。え、弱虫それ知らん。内気ではしよう。見た目はごついけど。どうしよう。内気の土はなんかいいよな。任せろで出すのか、やらせてで出すのか。そう。なんかフランケン。
的なやつなのか、結構もう泣き虫弱虫だけど、うん、土だけがなんか僕を守ってくれるみたいな、いいね、そういう系だったらなんかこの後の伸びしろもあるんじゃないか。泣き虫の土、弱虫、泣き虫、泣き虫、弱虫、弱虫での土で、もっとお前自信持てよって主人公からずっと言われてるけど、弱虫だから、あ、そっちの自信が、そっちの自信じゃないよあ、そういうちょっと一コマギャグみたいなのもあるね。でもっとやっぱ属性を出していった方がいいよね。今ちょっとこの ABC と、うん、なんとなくなんかぼやっとした能力、うん、でもこっちの人たちはやっぱ ABC ぐらいはなんかそういうシンプルな感じはするけどね、うん、シンプル能力ね。でも E はやっぱりちょっとこう細面、まあ、なんなら糸目まで行ってもいいですけど、そういうタイプで能力はまあ電気行ってもいいかな。エネルギー、ここで電気、エレクトリックの E でもあるし、なんか電気、e スポーツ、電気か風かも。風はまたね、またって言うんだったらもうそこ埋めてってもいいんじゃない。順番にちょっと行き過ぎてない。じゃあ短縮できんじゃん。フリップ使って風のキャラクターはで出して一回ちょっとそれ試してみる。風使いのアルファベット書きゃいいのね。いやぴったりあったらこれはもうそうでしょう。いやむずいな。風使いね、風はもうこうでしょうな。じゃあ風使いのアルファベット、はい、せーの、J でしょ。いや、J じゃないでしょ。J か F かで迷った僕は。あ、F 書いてるね。W はウィンド。ウィンドだから W はやめようや。いや。あと、それはやめようや、ちょっと。W が電気じゃないとしたらもう風しかないな。いや、W は電気でもないよ。風？いや、J は違うと思う。J のこのなんかシュッとした感じもそうだし、なんかスピード感感じるよね。 J はスピードだと思ってる。これいい、私もそっち。いやだからいいじゃん、スピードでも。え、風とスピードって違う。それは違う。これはちょっと単純に能力としての速さ。そう。いや、 J だと思う。一旦 J にします。ずるいきた。ちょっと話が進まない。置くだけちょっと置かせて。置くだけ置かせて。仮置きの J。そうそう、後で変えてもいい。仮でも風にしてくさせてる。J 風。あと、ちょっと癒しも入れときたいな。回復。これもちょっとでも囚われてんのかな。やっぱ H とかに置いちゃうんだよな。ヒーリングじゃん。そうなんだよな。この法則はやっぱちょっと。それはもう寒いっす。ダサい。本当にそれはもうイニシャルに囚われる。囚われるのはもうやめた方がいい。じゃあ L だわ。L か。L？ 回復。回復が L。L？ 回復が L？ L か。でも僕は R お姉さんに抱きしめられる。俺も R だもん。ありがとうございます。え、R？R お姉さん。R お姉さん。お姉さんかどうかはちょっと俺は分からない。でも R。R が回復。L が優しいのは分からんでもないですよね。まあちょっとそういう感じ。L は優しい。柔らかい。なんか植物使う系とか。あ、いい。植物いいじゃん。植物 L だ。植物は L ね。まあ、それはもう分かる。一旦借りてもらって。これ最終調整は行うわけだから、ね。それはもう行いますか。L より植物の人出てくるかもしれない。植物 L、R がじゃあ、一旦置いとくか。回復癒して、ね。これ意味なかったら入れてくか、とりあえず。ああ、いいぞ。いい、あ、嬉しい。あ、いいぞ。ここまで来るとあれと、まだ見えてめっちゃしっくりくるんだけど。ここまで来ると確かにしっくりくるな。一回炎が誰か決めときたいです。炎、風決めちゃったら、まあ、炎はなるほど、ね、絶対炎かこれもちょっと一回見ていい、みんなの文字、みんなでちょっと書いてペカッと、ね、炎どこに置くか。じゃあ炎の能力を持つアルファベット、せーの、はい。あれ？あれ？ V？ 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 I？ U？ V すか？ V でしょ。なんかシンプルな、なんかまあそうなんだよね。なんかちょっと勝ち気な感じというか、なんか結構こう前のめりなやつだと思う。V はそのイメージあるかな。わかります。まあありか。わかる。わかる。ありだけど。でも U？ U？ トロピーじゃん。そう。U はあの炎ではある。
ただ、そういう物語に一切貢献しない炎。何それ。なんでそんなやつを置かなきゃいけない。そんな炎いないだろ。なんかその後半、いい後半に出てくる炎キャラみたいな。自分だけで焚き火とかしてるってことそう。そう。その炎をもっと有効活用しないよみたいな炎。いや、ちょっといや、目立とうとしてるわ。え自分が、ね、自分が違う違う今アルファベットよりも自分が目立とう違う違う史上初の U で目立とうみたいな真剣に考えてる違う違う作家として逆張りしたがってるみたいな感じにちょっと好きなものが出ちゃったのかなそうなこういうまあ確かに分かるそういう月ってはあるけどでもなんか分かるよ V V は絶対強キャラではあるからまあねそこが炎っていうのは全然ありだよね俺は。いいね。いい、いい。あ、いい、いい。いいよ、いいよ、いいよ。なんか、だんだん。わかる、わかる。だんだん分かってきた。愛に過ごされたけどね、愛に。愛に過ごされた。愛もある。愛はないし。愛もある。愛はない。愛だって、インフェルノだからね。いや、だから。喋ろうって。そんなこと言ったらいいんだ。こっちの世界もあったの。じゃあ、いい氷にさして。え、なんで、いい氷にさして。氷別にいません全然。いやまあ別にいる氷これもだからそのねごめん言われちゃうけど、はい、俺愛だと思うアイスじゃねえかよなあ違う違う俺はそういうあれじゃそういう偶然なんだってこれは自分で寒いとか違う違う違うこれだ偶然そういうこともあるから偶然じゃない違うってない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 スラッとした人が効率化のイメージないまあそれはあると思う、まあ、このフォルムで言ったら一番愛が効率化でしょ、どう考えたってこうやってこのちょっともうこの柿のこのさ部分が上長いのよこの書いたやつ、はい、この愛の字がえあ違うあ書き方もっとこうこうこうシャープなこうシャープな愛、ね、シャープな愛だった時これほらもう効率化でしょそう見てもそうじゃん。それ自体。そうかな。え、じゃあ何？じゃあ、聞こう。確かに。他の、さぞいい効率化言ってくれるんでしょうね。言うてみ！アルファ言うてみ！僕は、S。S？ S。S？ 違う。S でしょ。スノーじゃない。違う違う違う。やめなさい。断弁してくださいよ。それで行くの？断弁してくださいよ。氷は違うでしょ。恐れ様。K か。まあちょっとわからんでもないな。K もどっちかというと結晶とか、そのつららとか、そういうちょっと攻撃的なイメージの方が氷には強いんですよ。個人的にはね。あのブロック状じゃなくてとんがってるってことね。そうそうそう。そういうタイプの氷なら K だなって確かに確かに氷使いにしてもさその何をするっていうのって結構能力違うじゃんなんかつららで戦うとかだったら確かに K 俺の氷はやっぱもっと吹雪みたいなあの雪が属性本当も氷属性みたいな冷たさを気温もね K は俺絶対物理だと思うんだよねなんかその感じはある物理攻撃のやつだと思うからまあその氷の尖ったやつをぶつけるとかのやつでもいいかなじゃあ尖った氷って書いておいてください尖った氷尖った氷ちょっと恥ずかしいな尖った氷って書くいや軽氷はいいんじゃない軽氷一旦ね氷で一旦氷はいいんじゃない氷かはいはいはい書いたら違うなちょっと似てねえ何が漢字の右半分に K だえやったなぁ毒を仕込んだなぁ俺はちょっと良くないよこれ見つかったらやっぱもう俺だもん先生にこれ熱したらお前カンニングしただろうってなるよまだこれがいいのか良くないのかも分かんない K 氷でも堅物でしょこいつは堅物の氷の氷だけにまあ氷のような性格というかね俺はもういいじゃん、堅物。堅物氷。堅物氷。愛は頭良さそうなイメージあるんですよね。相手に、インテリジェンス。IQ。インテリジェンスみたいな。潰すのはやめてよなんかどんどんさ。そうだもん。メカニックでもいいよね。ああ、そうそう、そういうメカね。メカメカはいいかも。で、その、ハッキングが異常に早いみたいなやつ。ああ、いいじゃない。ああ、つって手をかざすと手からなんか、そういなんかが出る。ああ、いいね。ハッカーね。あるあるある。目のとこずっと動いてるやつ。あるある。ハッカー。いいんじゃないですか。
か。赤いじゃん。やっぱいい。おい。あいていいじゃん。バランスよくなってきてるよ。空いてるとこから行く。いい。いい。じゃあ電気ですわ。じゃあ。いい。ああ分かる。いい電気ね。いい電気分かります。でもネットに書かれますよ。うん、エレキだから。エレキだから。原宿エレクトやった。あ、ね、あとか言われて。そこはもうなんかもう繋がってても、なんなら別に他の単語でも探したら繋がっちゃうような気が。仕方ないとするよね。あれだからそんなに俺を避けすぎなくても。まあそれはさらなくて。偶然だった場合はいいのよ。イメージだから、あくまで。そう。いや、いい電気引っ張られてない、大丈夫。よりやっぱ慎重になった方がいいと思うんだよね。合ってる場合って。あいや合ってるけどね、もう電気。ちょっと私の前に種を置いたの誰？あれ？え？え？それなんか能力じゃない？なんか能力。え、植物？種を置いてあるんですけど。種を置いてある。え、誰これ？私の前に種を置いたの。L の能力じゃん。L の能力じゃん。L が来てこれ。L が梅干しの種みたいなの置いてある。何なんだよ。じゃあ電気ね。一旦じゃあもう、これはもう仮に一回埋めて、まあそうだね。ゆっくり来るよ。ほら。もう、これはこうじゃないって思ってるやつ言ってってもいいよ。さっき言ってたじゃないと思う。G。G、ね、G。もう決める G。決めるか。G か。これはだから本当だからこう、だから怖いのよ。G が重力なのはもう。そうだね。じゃあいい電気ってほら、ほらって言われちゃう。いやいや、ほらーって。じゃあみんなの G 何ですか？パワー。巨大化。パワー。巨大化。巨大化。あ、いいね。巨大化いいね。ジャイアン。あ。結局そうじゃん。いやでもいいよ。気づかれないように気づかれないようにで言ってる。グラビティじゃないって話よ。そう。まあ、そう俺までグラビティじゃん。グラビティもね。トゲはトゲ。トゲは違う。トゲのが分かんない。トゲのキャラ。トゲな。いらないじゃん。トゲのキャラいらない。いらないって。トゲなんて敵のちょっとしたやつで十分。敵のちょっとしたやつを言っちゃいけないですか。じゃあ九だ。トゲは。まだ 9? 全然違う。トゲが入ってるってこと。全然違う。9は俺あれだと思う、はい、相手の能力を奪う。あーあーいいこと言うわ。そういうタイプね。そういうタイプ、ね、あいいこと言ったわ。はい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 、9のイメージ的にもそういう特殊なことしてる。そうドレインみたいな。奪っちゃったよーってそういうやつ。最初なんなら能力わかんなくて、あれでもないこれでもないって言うけど、実は毎回使い捨ててたぐらいの、ぐらいのわかんない。素敵やん。能力を奪う。確かにね。Q はちょっと多少メタの入った能力でもいいでしょう。まあ、それはそうだね。素敵。じゃあもう X もこの際やってみる。ええうわもういっちゃう。私たち。X ってどっちパターンなんだろうな。もう行く。X 行く？僕はこれは空席ですよ。分析はちょっと X の正体はもうだいぶいかないともう分かんない。なんならこの中の一人が X なの。ああそれでもいいですよ。別に他者に認識されない能力。あーわーすげえ記録が残らない、ね、ステルスかっこいいね。やるねー。すごいこれもうずっと出てたけどやるじゃんやばい手柄やばい。いいねX がいたことすら記憶に残ってないっていうことよね、うん、そうね。うわこいつすごい。どうやって倒すのこいつ。すごいわ。認識というかね、まず気づくところからね、まず認識をするっていうところがでもできないでしょ、うん、X できない。こいつやばいな。すごいよ。すごいな。だから今だから X が急に襲ってきてさ、うん、アルバクを刺したとしてもあれ急になんか僕、うん、胸がってなるだけ。それも分かんないんですよ。結果しかないってことでしょ。僕の胸にナイフが刺さっているってことしかない。うわぁ、やば、強っ。アルファって死んでたよねってなってる。え、そんな変わんの？そんな、すごい。え、どうやって倒すの？どうやって倒せないの？やっぱ、ものすごい力を持ったやつの広範囲攻撃みたいなやつで。いきなり全部潰されるみたいな。エリアごとみたいな。でもそれで倒したかと思いきやじゃないですか。倒したかも分かんないし、ね。はいはいはい。こいつにでも肉薄できるやつが一人いないとな、うん、能力者の中に。ってか、それ Z とか。Z ですよね。圧倒的。Z って強すぎるよな。え？怖くて黙っちゃった。黙っちゃった。
ゃった。名前を言っちゃいけない。これちょっと固定観念入っちゃってるかもな。入っちゃってるかも。Z には何かを終わらせてほしいっていう気持ちが、あれはベッドの最後だからね。あって、なんかもう自分じゃ制御できないぐらい。そうそうそう。どっかの場所に氷付けになってるとかもありだよ。あ、封印されて危険すぎる。危険すぎる、こいつ。悪い意志があるとかじゃなくて。本人に邪気があるわけじゃないんだけど。俺を封印しろっても言ってたりとか。そうそうそう。自分で。そういうパターンもありだね。だからまだ少年かもしれないね。え？言わそう。中に入っていくともうまだ少年かもしれない。泣いてる子供が子供かもしれない。いいか、大人の感じになる。終わらせるもの。次元を一つ消滅。うわー、やば。これやば。すごい。食らったー、今。そういう時間を終わらせるとか。終わらせるとかね。そういう、もう時間とかに関わるやつ。でもやっぱ地球とかよりもっと規模大きかったし。そうね。うん、時間とか次元とか。次元にしとこうじゃん。Z を呼び起こすときはもう最終だと。これダメだってなったら。Z 次元。まず、そう。次元自体に干渉してしまう。クソヤマセミナーみたいな。Z 次元ですよ。決まってきてると。決まってきてる。いいね、もう半分以上は決まってるんじゃないか。G は結局先送りは先送りしてます。じゃあね、巨大化でいいの。いや、巨大化でいい。巨大化わかるよ。もういいよ、わかる。すごいわかる。仮にじゃあこの中に重力操るやつがいたとして、じゃあ G 以外にいるかいないかっていう。 U は、U はわかる。ゼロじゃないね。あ、でもなんか U に重力って書くのちょっとムカつくかもな。U の横に重力ってどういう、なんかちょっとまんまとって感じはちょっとするね。あ、結果書いてる。書いてみて。気に食わない方がいいんじゃない。なるほどね。ムカついちゃうと思う。こういうことって置きに行った感じ出るか。あー、置いてるな。なんかありそうだ。あー、違う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 。置いた通り、これ置いてるわ。しまってしまう。これはダメだ。あんまり U のこと考えられてないのかもな。まだ確かに U のイメージないか。どういうやつかみたいな。なんかこいつは本当は能力なんてないのに必死に頑張ってみんなに食らいついてジェロニマン、ジェロニマン、ニンニクマンみたいな。無能力みたいなやつ。人間だったってこと。そうか、すごいな。でも周りに勘違いされて、そう、なんか生き残ってそこそこ普通に身体能力も高いみたいな。じゃああれじゃん、幸運だよ。ああ、幸運の能力。能力かどうかよくみんな分かってないもん。徐々にもいたけど、圧倒的な幸運の持ち主。幸運ね。勝つ確率が 1% でも残ってればそっちを選び取れちゃうぐらい。すげえ。すごい。なぜか毎回無傷で返す。あ、なんかいいな。100% 済ませる以外ない。あ、いいよ、いいよ、いい。得意点みたいな。O は特殊畑ではあるよね。特殊かな？逆に巨大化みたいな。シンプルパターン。それも分かる。あー、ある。小さくはなれる。小さくは無理。小さくは無理。移動後は、こうあってもいいか。ワープとか、まあそう、影移動かなんかわかんないけど。ワープだったらでもあるね。P！P、まあね、この中だと P は分かる。あ、ワープいい。これは使えるで。P ワープ。P ワープ。P ワープ。で、G は？いいですよ、重力でも。いや、俺 G 重力にするんだったら、いい電気変えてほしい。なんで？いい電気だよ。いい電気はもう、それはなんかもうやりすぎてんだよ、なんかもう。この並びを見たときに。この後さ、会議室このままにして帰るね。なんでこのままにして次来る人みたいな。あー、もう滑ってんじゃんって言われるのが怖い。言われるのが嫌。 E が電気なら G 重力ではない。どっちをも優先するかにしたい、俺は。まだ E 電気は別に重力って言っても中田くんじゃない。G 重力でいいですよみたいな感じになるんだったら俺は今、あ、そういうことね。俺は今もうその気持ちじゃないよ。いや、もっとあるよ、もっと。ある？もっと重力以外のもあるでしょ。めっちゃでかい刀を持った剣豪っていう。剣豪、侍ね。侍タイプあるよね。確かに。何でも切れる。何でも切るやつ。弁慶みたいな。はいはい、なるほどね、そっちか。あ、それは面白い。面白いね。侍いいじゃん。うーん、いや、でも、いや、細いけど。結構ね、俺ひねってきちゃってると思うけどね。もみあげは太いんですよ。太いね。実際の刀の長さより先もちょっと切れてほしい。あー、まあそれは、ね、斬撃みたいな。斬撃的な、ね、剣豪いいじゃん、ね、これいいよ。
優しい、優しいイメージあるな。確かに揺らぎF 分のあ、でも音とかはあるよ、ね、あ音ね、音の能力者はあるよね。 F 音、音 F 音は確かに面白い。あと水がいないのか、水はない。水の中が秋で言うと T じゃん。いや違うっす。なんかでも単に水じゃない気がする、もはや。ずっと魚人で、うん、なんか逆潜水服みたいな、うんうん、水でいっぱいの地上ではね、すごい地上では暮らしていいね、ラブリーだね。じゃあそれだと W だな。 W だな。確かに巨人の戦士、いい。 V が火に対して、じゃあ W が水になる。あら、すごっ、嬉しい。関係性も結構いいね。 V と W がちょっと対象ってなってると、うん、M と N もそういう感じにはした方がいいのかな。僕ね、ずっと双子だと思ってるんですよ、 M と。めっちゃわかる、めっちゃわかる。手つないで、ここ双子だよね。そう、 M と N、 ああ、だから対になったりする能力の方がいいと思う。それだと気持ちいいね。確かに、これは気持ちいい。ここ双子にするとなんかでももっとあるだろうみたいな、ね、読者から来ない。じゃあ双子じゃなくて、なんなら N と Z だってちょっと双子感ありますね。いや、それはもう兄弟でもいい。兄弟、あ、 MN の兄弟、 MN 兄弟、 M 兄ちゃん、うん、ここはやっぱ血縁関係は俺どうしても。え、今、中田さん、M 兄ちゃんって言いました。M 兄ちゃんじゃん。いや、N 兄ちゃんでしょ。え、M の方がでもこれついてんじゃん。いや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 。兄の方が背がちっちゃい方がいいの。え、中川家さん。そうです。中川家。中川家。M1 優勝。違う違う。違う違う、おい !M と N で、M と N で。こじつけだ、こじつけだ、こんなの。出てけ、こじつけだ。え、じゃあここ中川家にする。漫才が上手い。笑いとか、そのモノマネとかで。攻撃できる。それか、変化。変化。誰にでも変装できる。変装ね。まあ、変身能力ないが。変身能力。Z かと思ったら変装した N だとかってことがある。全然ある。それはこうなったんだけど。でもまあ変装は確かに、ね、ちょっとわかる。はいはい、変装させてくれ。あ、いい。変装以外の能力はないんだけど、最強キャラとかに変装できる。ってなると、M は兄弟なの、ここ。いや、いや、もうやめよう。こうなってくると兄弟なの。違う。とらわれなくていいと思うな。記憶系の人はいなくていい。催眠とか記憶とか。記憶を読み取るみたいなの。なんか H もやっぱ俺戦闘じゃないと思うんだよな、なんか。うん。あ、物理で戦ったり。物理じゃないでしょう。なんかちょっとひねった能力みたいなもんだよね。メカニックはいるから、うん、もう一人ってことになると。ものすごく広い視野を持ってて、うん、指示をできるみたいな。空間把握。うん、空間半径何十メートルの範囲で起きている出来事が全部。ああ、そうそう。レーダー系ね。なるほど。レーダー、レーダー、まあ、索敵とか、そうね、そういうタイプで、レーダーっていう感じだったらば、で、隠れてる時には H の能力でその隠れ家を覆ってまだ誰も入ってきてないみたいなことを、まあそうだね、言って安心するんだけど、その中に N が変装して入ってたりとか、あ、いや、はい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 、M は、はい、動物と話せる。ああ、いい、いかがでしょう。そんなぐらいだよな。あ、いいね。そう、内容ですよね。動物と話せるキャラが終盤まで活躍したの見たことない。確かに巨人のやつとも、ね、通訳、あー、ここ誰とでもね、 M が W の通訳もできる。ああ、なるほど。そうね、あと STY か、STY、 STY、 意外なところが、ここが残るんですね。うん、 Y とかなんてだったもんね、結構後半で強い能力ではあるよね。強いよね。そうだから俺、そのもうちょっと覆しちゃうけど、うん、もう糸目の氷なのよ。え、誰が糸目多すぎ、 Y が糸目いすぎ、 K にしちゃったけど、 Y、 俺結構 Y 推しではあった。確かに、なんかもはやこの辺になってくると、そのシンプルに氷みたいな感じじゃないと思うんだよね。シンプルながらにやっぱもうただめちゃめちゃ強いみたいな、海軍大将とかだってそうでしょ、氷。あ、まあ、シンプルなね。シンプルだけどめちゃくちゃ強い。でしょ、うんうん、あ、よく考えたらすごい。なんなら物体の運動の停止全般にいけるから。そう。絶対で。なるほどね。そう、粒子がどうこうみたいなことまで言い出すレベルの氷みたいな強さのイメージは。でもそうなるとまあちょっとやっぱ結構変わってきちゃうから、うん、いや、今それ言っていいのかなと。結構時間があとね、うん、1時間です。え、そんなやってんの？え、2時間くらい経ってるの？
あっという間だな。え？今日これ一本だわ。え？そうだね。完全にそうだね。確か。二本取る予定でしたけど。やば。何？いやでも決め切ろうだから。うん。決め切りたいね。今、うん、そのあえての高理論。響いた絶対0度とかも使ってくる系のやつだったら Y はありかな。あり。だからそのと K はもう開く。まあでも K は他のもあるから、他のもある。来るわ。出ますか。そしたら一回入れてみるか。あー来た。うわいいかも。あいいかもこれ。Y 表 K は、はい、鉱物化、全てを固くする、うん、固くする方、そう、バリアとかぶんない。あー、バリアとかぶる？確かにね。スピードスピードは？あー、K が？あー、まあ、K もあるか。K お待たせ。K で言い方じゃん。全部そう。自分で突っ込んで、うん、もう、うん、スピードがゆえに敵もなんかもう切れちゃうみたいな。あ、もう ソニックソニック、ソニック系ね。いいじゃん。衝撃波とかも出す。アザボーイズみたいな。あそうだ。はい。あの早い1話早いやつね。これ P がいっぱいワームホール開いて、そこに K がさ入って、もいろんなとこから四方八方すごいね。これ超スピードいいね。あと ST、 あと ST 埋めれば。 ST むずい。完成です。 ST T はなんかでもなんかスーツ着てるイメージちょっとない。わかる。なんかわかる。勝ちですと。勝ち。あ、T が。T が。なるほど。じゃあなんか別次元に時間の止まった空間を用意できて、うん、そこでめっちゃ会議ができる。おー。空間ね。空間生成的な。ノブみたいな。そうだね。あ、ノブだ。確かにスーツ着てるわ。スーツ。空間生成。はいはい。そこでは一切の戦闘行為ができないっていう禁止されてる。ルールは課せられる。空間生成めっちゃいいな。あー、いいかもね。めちゃくちゃいいじゃん。休む場所とかもね。そうそう。まさか S に残るとは。S なんてね。S 最後なんだ。ちょっと一回休憩するか。どうしよう。疲れてる。S だけだから、あと。あの、外行くと。ちょっと外に行く。霊園があるから。ここで一回だから頭冷やすの。いやー、S なー。あ、見える、こっから。S か。S を照り返してよく見えないけど。S 埋めれば終わりだ。影もない。影もない。影はただシャドウなんで。あ、すいません。そっか。小さくなる。スモール。乗りますか。なんかでも見直したけど、あとはもうバランスいいと思うな。俺。今逆にじゃあここはってとこあったら出してみる。ここは。いや、なんか割と納得感は全体的にはいいと思う。素晴らしい。バランス取れたと思う。結局は取れてめっちゃいいと思う。でもちょっと俺ごめん。え？ E の電気がまだ？しつこいなぁ。S の電気は？ S の電気の俺まだいいと思う。そこ変える？なんなら S 電気じゃなくない？雷なの、わかるけど。天候とかってあるんですよ。S が雷。S 天候。S 天候ね。じゃあ S 天候でいいんじゃないもん。S 天候。S 天候。S 天候を、うん、E がまた別だよね。だから電気。いや、今やりちゃうけど。あ、だ電気のやつはいなくなるってことだよね。こいつが稲妻とか使うから。そうそう。まあでも風もね、使うし、まあ、うん、まあまあ、いいんじゃないですか。まあいい電気か。どう？ E が電気なのか。ダイヤンがあるならそれ出してもらって、それと比べて良ければそっちにします。いや、電気でも全然いいの。一旦でも、その、変な忖度したままさ、終わってたら、うん、気持ち悪い。しこりも残るから。E のイメージ聞きたいです、みんな。俺はもう大柄だと思う。大柄ね。僕は優しい。クッキングパパの。いや、そうそうそう。そうそう。そのぐらいの感じ。そういう感じ。なるほど。山うまいぞ。重さを変えれるみたいな。あ、重力ここで。あ、重量じゃなくて質量質量ってことね。あ、すごいね。自分をめちゃくちゃ重くしたりするみたいな。そうそうそう。あ、
軽く見せてみたいなやつ。質量すごい、ね、あそれあなんか強いわ。悪くないね。いいよいいよいいよ。あいい。え軽くもなれるんだじゃん。なれるなれる。なるほど。あいいね。すげえ。これか？これじゃない？こっち雷とかで戦うからね。まあまあ、電気で戦うっていうのは。そう。これやっぱそのままにして帰りましょう。あこれならこれならいける。これなら胸張って残せる。これいいね。じゃあこれでいくか。行くってどこ？これでこれで行きます。これかもな。いい。これでじゃあ決まり？これを持ってきますか。うん。あれ美しいの。ええちょっとジェイの風気になるな。えあれ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 。え超スピードがいて、うん、天候もいて、うん、あと音とかもいるってなると、うん、風ってどうやって生かそうかなって今ちょっと思って。ほうほうほう。だからそうソニック波みたいなのこいつが使えるわけでしょ軽は。なるほど確かに。変える？変えるか。ちょっと弱いかもな J が。すごいなこの段階で変えれるとは。ちょっと J が弱い。ここスナイパーです。ああいい J スナイパースナイパーなるほどあらゆる武器に精通してるやつもいい。 HIJ の連携もいいよ。うわー後方支援チームこらーめっちゃいいじゃんこれで、このスナイパーの弾丸がちょっとそれかけたっていう時に、はい、この E とかが質量銃弾を重くしたみたいなのでちょっとあ下にねあウィーンみたいな曲がって当たるとかもできるし、うん、これかこれだこれだこれです。やった大丈夫これで決まりだ。おさらいする、うん、A 超パワー、はい、B バリア、はい、C エネルギー、はいはい、B 土、うん、E 質量いい、ね、F 音、うん、G 剣豪、はい、H レーダー、うん、I メカニック、はい、J スナイパー、はい、K 超スピード、うん、L 植物、うん、M 動物と話せる、はい、M 演奏、うん、O 巨大化、P ワープ、ね、Q 能力を奪う、うん、R 回復、はい、S 転向、T 空間生成、うん、U 幸運、うん、V 炎、うん、W 魚人、うん、X 他者に認識されない、うん、Y 氷、Z 次元。完璧。素晴らしい。あ、ありがとう。これはもう完璧。いいね、これはもういいね。これで取れた。大丈夫。これは素晴らしいです。なんかもうあるなら言ってよ。そうね。いや、もうないかも。ない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 ね。ないかも。この T シャツ着てても恥ずかしくない。クラス T みたいな。全然ない。背中にこれない。そうだなぁとしていや、そうだなぁ。確かになぁ。後ろ歩き、エスカレーターで後ろ歩き。めちゃめちゃそうだなぁ。そう。言っちゃうかも。そうですね。これそうじゃないですか。そうなんですよ。T シャツですか？確かに。オッケー。じゃあ、これで決まりと。はい、決まりました。じゃあ、おもころチャンネルのアルファベットは、はい、こうなりました。こうなりました。ありがとう。ええー。ね、みんなも決めてね。